クラウス・プリングスハイムは、バイエルン出身の指揮者、作曲家、音楽評論家、ピアニスト。レオニード・クロイツァー、マンフレート・グルリットらとともに、日本におけるクラシック音楽の普及、定着に尽力するとともに、作曲や指揮の教師として、日本人音楽家の育成に多大な貢献を行ったドイツ人音楽家。父アルフレート・イスラエル・プリングスハイムは、 アシュケナジムユダヤ系交渉の家系に生まれた有名な数学者であり、優れた美術品収集家にして熱烈なワグネリアンでもあった。双子の妹カーチャは文豪トーマス・マンと結婚した。マンはカーチャとの結婚の直前に双子の兄弟の近親相関を扱った小説ベルズンゲンの地を書き、これがクラウスとカーチャをモデルにした作品であるとの噂が立ったため、 スキャンダルになったことがある。また、植物学者ナタナイル・プリングスハイムは、父、アルフレートのおじにあたると言われる。父親の手引きで、少年時代より学祭を発揮し、作曲家、音楽理論家、ルートビヒトゥイレに入門するより、早く、わずか13歳で、最初の還元楽曲を作曲。青年時代は、リヒャルト・シュトラウスから影響を受ける。トゥイレに作曲を、 ベルンハルト・シュター・フェンハーゲンにピアノを指示する傍らに、ミュンヘン大学で、数学、物理学を学んだ後、ウィーンに出て、グスタフ・マーラーに指揮を学ぶ。1907年からジュネーブ、1909年に、プラハ、1914年に、ブレスラウにおいて、オペラ指揮者として活躍した。1918年よりベルリンに定住して、 マックス・ラインハルトの劇場グロスス・シャズ・ピールハウスで音楽監督兼付き作曲家となったのを皮切りに音楽批評や指揮者として華々しい活動を続ける。ドイツで最初のマーラーの公共曲の連続公演を観光するが第一次世界大戦後のドイツにおいて過酷を極めたインフレーションにより公共曲第8番並びに第9番の上演はできなかった。 1920年代には、不穏な社会情勢を背景に左傾化し、社会民主党に入党する一方、ダダイスムサークルの音楽部員の一人として、ヘルマン・シェルヘンらと交流した。1931年に来日し、東京音楽学校の作曲教師に就任した。マーラーやストラビンスキー、クルトバイルら、当時としてはモダンな作品を学園オーケストラを指揮して上演し、 新風を巻き起こした。学校オペラでは、ディア、ザーガーを上演した。また、古典主義的、伝統主義的な音楽観に基づき、火星付けされたポリフォニックな日本音楽の創出を呼びかけたがために、よりモダンな作風を志行する、諸井三郎、三國や清田中翔平、清瀬やすらに非難された。1937年に、シャム政府に招かれ、秋から、 バンコクの芸術院で西洋音楽の教授に着任するが、1939年に大政府が数軸国寄りの政策に転じたのを機に、ドイツ並びにイタリアの正当なパスポートを持たないユダヤ人との理由で国外追放に処せられた。ちなみに、大滞在中にはシャムやインドシナの民族音楽を研究している。1939年春に再来日し、 戦中日本の自曲に妥協的な愛国主義的な創作に着手する傍ら、在日ユダヤ人音楽家に対するナチスドイツ政府の横槍にもかかわらず、自ら東京室内公共楽団を率いて、1941年から1943年まで、指揮活動に没頭、モーツァルトや JS バッフフランスバロック音楽を本格的に紹介した。 日本の選挙区が厳しくなった1943年頃から都内の修道院において適正外国人として軟禁状態に置かれる。第二次世界大戦後は新中軍のために接収されたアーニー・パイル劇場の指揮者となるが待ち望んでいた教団への復帰が果たせなかったことから1946年に都米、妹一族の亡命先カリフォルニア州に滞在した。 この間の活動は不明である。1951年に来日20周年記念演奏会が東京で行われたのを機に訪日の要請を受け再々来日した。この時すでに日本英中の決意を固めていた。武蔵野音楽大学教授に就任する。同年、加藤氏名によりプリングスハイムの評伝、日本の幻想が上司される。1961年には、 東京文化会館開館記念の東京世界音楽祭のために吉田秀和らと共に日本側スタッフの一人として活動した。初期の日本マーラー協会、日本ヤナーチェック協会設立にも奔走した。晩年は亡くなる、その日まで作曲活動の傍ら、英字氏のために音楽評論家を務めたという。戦前、戦中においては学生や演奏家の間で、 気難しく、感触持ちといったイメージが持たれていたようであるが、戦後においては、とりわけ、武蔵野音大の学生、同僚の間で、プリン先生の愛称で親しまれていた。また晩年には、ビートルズにも注目していたと言われる。長男のハンス・エリック・プリングスハイムは、連想ゲームに出演したほか、木曜洋画劇場司会者を務めるなど日本で、タレント活動を行った。 次男のクラウス・フーベルト・プリングスハイム2世は政治学者でカナダのマクマスター大学名誉教授。ただしクラウス・フーベルトのジップはオペラ歌手のハンス・ビンケルマンである。ありがとうございます。